撮り直し。なんか縦になってました。携帯がバグってんだよな。今ここは、山形県です。7月10日今日から、山形県の見えねえこのムービーオンさんで、映画美しみ深き2週間公開します。そしてそれから成田ヒューマックス、ヒューマックス成田でも、上映します。山形に来るのは2回目なんですけど、最初に来たのは本当高校生になる前だから、中学生の時に山形の小国町っていうところにね、行ったことがあります。山形市はですね、これが初めてでございます。昨日はちょっと夜2軒ぐらい、一人で飲んで映画の PR しました。まあね、ここに美しみ深きのポスター貼ってくれてないんで、まあ人来るかな。車はねたくさん止まってるんですけど、まあこんな感じですね。映画を見に来る人はほとんどいない感じですね。山形もちょっとコロナで人が亡くなったそうで、いろいろと神経質になっているような気がします。それからテアトル新宿は今日と明日と明後日20時40分から上映します。ぜひ見に来てください。まあ僕らが想像してた、目標にしてた数字には程遠いですけど、まあ、それでもこんな中でたくさんの人が来てくれて本当にありがとうございます。山形も全然当てがないんですけれども、まあ本当今日の夜までしか入れないけど、ちょっとできることはやってみたいなと思ってます。ぜひ応援お願いします。本当に知り合いとかいたら声かけてほしいです。全く知り合いません。まあ、地方での公開はねこういう風になっていくんじゃないかなと思いますけれども、よろしくお願いします。なんか映画好きの人にヒットしてればいいなと思うんですけどね。今のところ映画館には人が全然いないんで、まあ一人で見ようかななんて思ってます。そんな感じです。まあ成田に行く道中をちょっとライブ配信でもしようかなと思ってますんで、ぜひお付き合いください。それじゃあ失礼します。